行かせるもんか。ユージよ、お前は長い間自分を責め続けていた。アリスを救えなかったことを悔やみ続けてきた。その悔恨の半分は本来俺が背負うべきものだったんだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。許さない。ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さない。膝をつけ、首を差し出せ。標準せよ。よもや剣が2本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。ここはどこだ？なんだこの服。俺こんなの持ってたか。それに肌触りがなんだか、もしかして。コマンド、ログアウト。ダメか。俺のこの服装、おそらくここは仮想世界だ。とはいえウィンドウは開かなかった。ログアウトの方法もわからない。何よりここはどの仮想世界なんだ。目に見えるものは現実世界のものとは大差ないように見える。これが仮想世界だとすると、この風景を生成しているマシンは恐るべき高性能機だ。ここにいても仕方ない。辺りを調べてみるか。
この音は。今のは、なんだ、この感じ。どうしてだろう。懐かしさに胸の奥がうずく。俺にはあんな子供時代はなかったはずなのに。これは記憶？あの音を追っていけば何かわかるだろうか。音が聞こえなくなった。君は誰？どこから来たの？キリト、ちょっと道に迷ってしまって。道に迷った？そうなんだ。僕はユージオ。よろしく、キリト君。ああ、よろしく。森の南から来たってことはザッカリアから来たのかい？いや、そうじゃないんだ。それが俺も自分がどこから来たかわからないんだ。気づいたら森の中に倒れてて。え？どこから来たかわからないって、今まで住んでいた町とかも？ああ、覚えていない。わかるのは名前だけで。驚いたな。ベクタの迷子か。話には聞いていたけど、本当に見るのは初めてだよ。ベクタの迷子？ある日突然いなくなったり、森や野原に突然現れたり、そういう人をベクタの迷子って呼ぶんだよ。闇の神ベクタがいたずらで人間をさらって記憶を抜いて遠くの土地に放り出すんだ。へえ、じゃあ俺もそうなのかもしれないな。それでどうにも困っているんで、一度ここを出たいんだ。この森は深いからね。道を知らなきゃ迷って当然だよ。いや、そのログアウトしたいんだ。ログ…なんだって？今なんて言ったんだい？ごめん、土地の言い回しが出ちゃったみたいだ。テストプレイヤーか NPC じゃないのか。さっきの反応からすると、おそらく彼は仮想世界という概念も持っていない。言葉を選ばないとな。どこかの村か町で泊まれる場所を見つけたいっていう意味なんだ。僕の村はこのすぐ北だけど、旅人なんて全く来ないから宿屋がないんだよ。でも事情を話せば教会のシスターアザリアが助けてくれるかもしれないな。そうか、よかった。それじゃあ俺は村に行ってみるよ。ここから北へ向かえばいいのか？ちょっと待って、村には衛士がいるから、僕が一緒に行って事情を話さないと苦労すると思うよ。それは助かるな、ありがとう。ああ、でもすぐには無理かな、まだ仕事があるから。
仕事？うん、これからお昼休みなんだけど、仕事が終わるまで待ってくれれば一緒に教会まで行ってシスターアザリアに君を止めてくれるよう頼めるよ。わかった、それじゃあ待っているよ。すまないけどよろしく頼む。いいんだよ。あ、じゃあキリト君も食べてよ。パン？あ、いいよそんな。キリト君だってお腹空いてるんじゃないの？何も食べていないんでしょ？いや、でも。いいんだ、あげておいて。こういうのもなんだけど、僕あんまり好きじゃないんだこれ。じゃあありがたくいただくよ。本当は腹減って倒れそうなんだ。そうだと思ったよ。それとキリトでいいよ。そう？じゃあ僕もユージオって呼んで。あ、ちょっと待った。ん？いや、長持ちするしか取り柄のないパンなんだけど、まあ一応ね。キリト、まさかステイシアの窓を見るのまで初めてだなんて言わないよね。ああ、さすがにそれはないよ。ステイシアの窓、間違いない。この世界でのいわゆるステータスウィンドだ。やはりここは仮想世界で、ユージは NPC なのか。まだ店名はたっぷりあるから急いで食べなくてもいいよ。店名という数値はおそらくアイテムの耐久値のことだろう。じゃあいただきます。ずっと昔はね、昼休みにお弁当を持ってきてくれる人がいたんだけどね、今はもう。その人はどうしたんだ？幼なじみだったんだ。同い年の女の子で、小さい頃は朝から夕方までいつも一緒に遊んでた。天職を与えられてからも毎日お弁当を持ってきてくれて。でも6年前、僕が11の夏に村に聖号騎士がやってきて王都に連れて行かれちゃったんだ。聖号騎士、王都、ある種の秩序維持者とこの世界の都のことだろうか。僕のせいなんだ。安息日に二人で北の洞窟を探検しに出かけて、帰り道を間違えて果ての山脈を向こう側に抜けちゃったんだ。知ってるだろ、禁忌目録には、闇の国には決して足を踏み入れることならずって書いてある。僕は洞窟から出なかったんだけど、彼女はつまずいて外の地面に手のひらをついてしまったんだ。でもたったそれだけのことで聖号騎士が村にやってきて、みんなの前で彼女を鎖で縛り上げた。助けようとしたんだ、騎士に斧で打ちかかろうと。でも手も足も動かなかった。僕は黙って見ていただけで。その子がどうなったのか知っているのか？聖号騎士は審問の後処刑するって言ってた。でもね、キリト、僕は彼女が生きているって信じているよ。アリスは王都のどこかで必ず生きている。アリス、なんでだ。またありえないはずの懐かしさを感じる。でも俺はアリスと個人的な関わりを持ってはいない。それに何よりも驚くべきはユージオの言動そのものだ。彼は単純な NPC ではない。豊かな表情や自然そのものの受け答えは本物の人間としか思えない。探しに行ってみたらどうなんだ？あ、その王都に。あのね、キリト、このルーリットの村はノーランガルス北帝国のさらに北の端にあるんだよ。ここから南の端にある王都までは早馬を使っても1週間もかかるんだ。それに天職を放り出すのは禁忌目録違反だし、つまり僕が王都へ行くのは
無理なんだ。禁忌目録ってのはこの世界の法律や規則みたいなものなのか。だが幼馴染のアリスの生死以上に天職を守るなんて。そういえばユージオの仕事、あ、天職っていうのは何なの？僕のはこれさ。これでこの木を切り倒すんだ。この木の名前は神聖語でギガスシダーって言うんだ。でも村の人たちは悪魔の木って呼んでる。そう呼ばれる理由はこの木が周りの土地からテラリアの恵みをみんな吸い取っちゃうからなんだ。村の人々は森を開いて麦畑を広げたいと思っているんだけど、この木がある限りいい麦は実らないからね。そこで友情がギガスシダを切り倒す仕事についているってことか。うん、刻み手って言うんだ。僕で7代目なんだけどね。7代目だって？そうだよ。悪魔の木と呼ばれているだけあってギガスシダーは恐ろしく硬いんだよ。普通の鉄の斧じゃ一発で刃こぼれしちゃうから、この龍骨の斧を使っているのさ。とはいえここまで刻むまで300年、僕の代でも終わらないだろうね。そうだ、いいものを見せてあげるよ。23万2000、これがギガスシダーの店名なのか。ああ、木を刻むたびに店名は減っていく。でも夜の間にこいつは1日がかりで刻んだ深さの半分を埋め戻しちゃうからね。つまり自分で店名を回復するってことか。うん、だから僕が毎日斧を振るっても1年で減らせる店名は600程度なんだ。うえ、だからユージオの代じゃ終わらないのか。仕方ないよ、相手はただの木じゃない、巨人の大杉なんだから。ギガスシダ、巨人の杉。つまり日本語以外英語やその他の言語を神聖語という括りに入れているのか。それじゃ僕は仕事に戻るよ。あのさユージオ、俺にも手伝わせてくれないか。え、ほらパンも半分をもらっちゃったしさ、仕事も半分手伝うのが筋だろ。うん、まあ天職を誰かに手伝ってもらっちゃいけないなんて掟はないけど、それじゃあお願いしようかな。でも案外難しいんだよこれ。やってみなきゃわからないだろ。これで終わりだよ。午前と合わせて1日2000回ギガスシダーを叩く。それが僕の天職なんだ。キリトも筋がいいよ。最後の方は随分いい場所に斧を当てられていたしね。いや、でも友情が一人でやればもっと早く終わっただろうな。足を引っ張って悪かったな。気にしないで。この木は僕が一生かかっても倒せないって言ったろ。さあ村へ行こうか、キリト。それじゃ。ああ、ねえ、
それじゃ。そういえば、なんで村に衛士がいるんだ？一体何から村を守っているんだ？主に獣とかだよ。たまに村の近くまで来ることがあるからね。あとは当然、闇の軍勢から村を守るためだよ。闇の軍勢？ほら、見えるだろう？あそこ。あれが果ての山脈。あの向こうにソルスの光も届かない闇の国があるんだ。闇の国にはゴブリンやオークみたいな呪われた亜人やいろいろな恐ろしい怪物が住んでいるんだ。もちろん山脈を守る聖号騎士が侵入を防いでいるけど、ごく稀に地下の洞窟を抜けて忍び込んでくる奴がいるらしい。というかキリトはそんな当たり前のことまで忘れちゃったのかい？なんとなく聞いたこともあるような気がするんだけどな。そっか、早く記憶を取り戻せるといいね。それじゃ。さあキリト、教会に着いたよ。中でシスターアザリアに事情を話そう。ユージオ。セルカ。セルカ。彼女は教会に住み込みで神聖術の勉強をしているシスター見習いだよ。その人は？彼の名前はキリト。ベクタの迷子らしくて、しばらく教会に泊めてやってほしいんだ。ベクタの迷子？わかった、シスターアザリアに話してみる。セルカはアリスの妹なんだ。アリスも教会で神聖術の勉強をしていたんだ。彼女は優秀で村始まって以来の天才って言われていた。あ、そうだったのか。ようやく一日が終わった。シスターアザリアや村人たちは初めこそ俺に疑いの視線を向けていたが、ベクタの迷子であることを伝えると拍子抜けするほどあっさりと俺を受け入れてくれた。そしてユージオやセルカ、村人と交流する中で気づいたことが一つある。この村には NPC など一人もいない。全員がユージオと同じくリアルな感情、自然な会話、精妙な身体動作を実現している。だがそんなことはありえない。ここは仮想世界なんだ。彼らは人間でもなく NPC でもない。では何なのか。王都、この世界の中心にあるというその都なら何らかの答えが得られるかもしれない。王都を目指し現実世界と連絡を取る手段を探す。そしてこの世界の存在理由を見極めるんだ。ユージオはまだ来ないか。そういえばこの世界でまだ時計を見ていないな。一体どうやって時間を把握しているんだろう。ああ、なるほど。おはようキリト。なるほどって何が？おはようユージオ。いや、その1時間ごとになる鐘の音が毎回違う旋律なのに今頃気づいたんだ。そうだよ、ソルスの光のもとにっていう賛美歌を12節に分けて鳴らしているんだ。なるほどな。つまりこの世界には時計は存在しないってわけか。それなら子供の頃に絵本で読んだよ。ずっと昔王都の真ん中にはそういう時刻みの神器があったんだって。でも人々がそればっかり見て仕事をおろそかにしたから神様が怒って雷を落として壊しちゃったんだ。以来いつ鳴るかわからない鐘だけが
人々に時間を教えるようになったんだよ。へえ。ところで、あの鐘はどうやって鳴らしているんだ？本当にキリトは何もかも忘れちゃったんだな。誰も鳴らしていないよ。あれはこの村にたった一つある神器だからね。ああ、でも今は神器はあれ一つってわけじゃないか。そうだキリト、今から神器を見てみるかい？天職はいいのか？俺は今日ユージを手伝うつもりだったんだけど。え？今日は安息日だよキリト、だから天職は休み。そうなのか。あ、ならわざわざ合流させて悪かったな。ユージオも何か予定があるんじゃないのか？いや、特にないから気にしないで。アリスがいなくなって安息日も特にすることはないしね。あ、悪い。いいんだ。それでねキリト、今日は村中を案内しようと思って。そりゃ助かる。あのね、今の声は？行ってみよう。うん。どうしたんだ？衛士が獣にやられたんだ。獣？ああ、村の周囲を見回っていたんだが、突然獣に襲われてな。最近は獣の被害なんてなかったから完全に油断していた。とりあえずあんたは治療してもらってくれ。村の警護は村長と相談して代わりを立ててもらうから。ああ、悪い。傷もそこまで深くないし、彼は大丈夫だろう。それでこの後はどうするんです？さっきも言ったように、衛士の代わりとなるものを臨時で立てる。あとは近くに凶暴な獣がいるのなら、被害が出る前に退治しなければならないだろう。討伐隊を結成するんですね。ああ。だがまずは数やどんな獣なのかの確認だ。お前たちも参加してくれるか？もちろん参加します。ユージもだろ。僕は。それでは向こうにみんなを集めるように言ってやる。細かい説明はそちらでしよう。
しかして。さてと、ユージオ大丈夫か。ごめん、戦うために剣を握るなんて初めてのことで。キリト、君は大丈夫なのかい。わからないけど、村を守るためにはやるしかない。うん、そうだね。それに頼まれた仕事はあくまでも偵察だろ。剣を使うかどうかはまだわからないさ。そうだね、戦いになるってわけじゃないもんね。よし、僕も頑張ってみるよ。獣に襲われた英氏の容態はどうです。しばらく安静にすべきだが、命に別状はない。次の被害者が出る前に獣をどうにかせねばな。そのことなんですが、英氏はどこで獣に襲われたのかを話しませんでしたか。確か村の北側だとそう言っていたな。わかりました。ではそのあたりで獣を探してみます。なんとか無事に帰ってこれたな。キリト、お疲れ様。ああ、一つ聞いてもいいか。なんだい。神聖術にはその人を生き返らせるようなものはないのか。村の人たちは知らないだろうけど、高位の神聖術には天命そのものを増やすものもあるってアリスが言ってた。天命を増やす。例えば人の天命は赤ん坊から子供、大人へと育つに従ってどんどん増えて、だいたい25歳くらいで最大になる。その後はゆっくり減っていって70か80で亡くなるんだ。この年齢ごとの最大値を増やす方法が存在することが教会の古い本に書いてあったとアリスから聞いたんだ。でもその術は氷教会の偉い司祭だけが使える術らしくてさ。まあどっちにしろ、一度ステイシアの身元に召されたら生き返ることは無理だよ。今ここで俺が死んでも教会やどこかで復活することはないと考えてよさそうだ。
死ねばおそらく現実世界で目覚めるだろう。けど脱出のために死を試すのはできれば最後の手段にしたいな。そうなるとやはり王都に向かい、世界を管理する氷協会の本部で偉い司祭と話してみるしかない。遊女、この村には竜骨の斧よりも強い斧はないのか？斧はないけど剣ならあるよ。ほら、朝に人気の話をしたろ。獣騒ぎのせいで見せられなかったけど。ああ、そうだった。今度こそ見せてくれないか？それじゃあ剣を取ってくるから、先にギガシダーのところで待ってて。着くには友情の協力が必要不可欠だ。それにはこの巨大な木を切り倒さなくてはならない。友情、彼の一生をかけても終わらない天職から解放するために。おい、大丈夫か？大丈夫じゃないかも。これとてつもなく重いんだ。見てくれキリト、青バラの剣だ。この剣は何なんだ？ルーリットの村に住む人ならみんなが知っている、ベルクーリと北の白い竜っていう冒険譚があるんだ。ベルクーリは300年前にこの土地に村を開いた初代の入植者でさ、彼の冒険譚の中にこの青バラの剣が出てくるんだ。友情はこの剣をどこで手に入れたんだ？6年前にアリスと果ての山脈に行ったって話をしただろ。その時に洞窟で竜の骨とこの剣を見つけたんだ。竜は死んでいたんだな。うん、骨には刀傷がついていたよ。竜を殺した奴がいるってのか？一体誰が？わからないけど、その人は少なくとも剣には興味がなかったみたいだ。それで友情は放置されていたこれをここまで運んできたのか？一昨年の夏から安息日ごとに少しずつね。大丈夫かい？なんとかな。とてつもなく重いけど、それ以上に綺麗な剣だな。普通の鋼じゃないよね。銀でもないし、竜の骨とも違う。つまり人の手によるものじゃないんだと僕は思ってる。神様の力を借りて強力な術師が形にしたか、あるいは神様が手ずから作り出した、そういう器物を神器って言うんだ。青バラの剣もきっとその一つだよ。神が作り出したものか。この仮想世界における神とは一体何だ？ゲームにおける管理者、メインプログラム。何にせよ今分かっているのはこの青バラの剣が恐るべき優先度を誇るオブジェクトだってことだ。友情、少し試したいことがあるんだけど。まさかその剣でギガスシダーを？禁忌目録に剣でギガスシダーを叩いちゃいけないなんて項目があるのか？いや、そりゃそんな掟はないけど。じゃあ問題ないな。なんだか前にもこんなことがあったような。試してみる価値はあるだろ。うまくいけばこの木を切り倒せるかもしれないぜ。わかった、慎重にね。キリト、大丈夫？こりゃダメだ。反動だけで
手足が痛い。これだから言わんこっちゃない。やっぱり難しいみたいだね。なあ、まずは青バラの剣を自由に振り回せるようにならないとな。変なことに付き合わせて悪かった。いいんだよ、気にしないで。それより手足が痛むんだろ。シラル水を持ってくるから少し休もう。な、ああ悪いな。それじゃちょっと待っててね。青バラの剣を扱えるようにか。ゲームであればレベルやクラスやステータス何らかの条件があるはずだけど。そうだ、ステーシアの窓、オブジェクトに試せるのなら自分自身にも試せるかもしれない。ユニット ID とこっちが店名か。青バラの剣を振るのに失敗したから少し減っているな。オブジェクトコントロールオーソリティが38、システムコントロールオーソリティが1しかない。システムコントロール権限は神聖術に関するレベルか。そして38あるオブジェクトコントロール権限、武器やアイテムの使用に関するのはこっちかな。青バラの剣は+45オブジェクト、オブジェクトコントロール権限を45まで上げれば青バラの剣を使いこなせるようになるってことか。とはいえどうやったら権限を上げられるんだ。お待たせ、キリト。さあ、青バラの剣はギガスシダーのウロにでもしまって少し休んだら村へ戻ろう。あら、キリト、帰ったのね。なあ、セルカ。ああ、そうだ、今少し話せるかな。私？ええ、別に構わないわよ。その、聞きたいのはセルカのお姉さんのことなんだ。私にはお姉さんなんていないわ。今はだろ、ユージオに聞いたんだ、君にアリスっていうお姉さんがいたこと。ユージオがあなたにアリス姉様のことを話したの？どこまで？アリスもこの教会で神聖術の勉強をしてたことや、6年前聖護騎士に連れて行かれたってこと。そう、ユージを忘れたわけじゃなかったんだ、アリス姉様のこと。え？村の人はお父様もお母様もシスターも決してアリス姉様の話をしようとしないの。まるで最初からアリス姉様なんていなかったみたいに。だからユージオも姉様のことを忘れちゃったのかもって。忘れるどころか、ユージオはすごくアリスのことを気にかけてるみたいだぜ。それこそ天職さえなければ今すぐオートまで探しに行きたいくらいに。そうなの？じゃあユージオが笑わなくなったのはやっぱりアリス姉様のせいなのね。ユージオが笑わない？ええ、姉様が村にいた頃のユージオはいつも笑っていたわ。でも姉様がいなくなってからは笑顔を見てない気がする。確かにユージオの物腰は静かだが、俺の前で笑ったことは一度や二度ではない。彼がセルカや他の村人の前では笑顔を見せないというなら、その理由はおそらく罪悪感だろう。やはりユージオの魂は単なるプログラムではありえない。彼は俺と同じ本物の意識、魂、フラクトライトを持ち、6年の長きにわたって深く苦悩し傷つき続けてきた。ねえ、何を考えているの？いや、ちょっと思っただけさ。ユージオはきっと君の言う通り今でもアリスのことが何より大切なんだろうなって。そうなのね、やっぱり。セルカはユージオのことが好きなんだ。そんなんじゃないわよ。
なんだかたまらないのよ。お父様もお母様も口には出さないけど、いなくなった姉様と私を比べて。だから私、家を出て教会に入ったの。なのにシスターザリアでさえ私に教えながら、姉様なら一度でできるようになったのにと思ってる。ユージオはそんな人じゃないけど、私のことを避けてる。私を見ると姉様を思い出すから。でもそんなの私のせいじゃない。私は姉様の顔だって覚えてないのに。ごめんなさい、取り乱したりして。いや、あ、その泣きたい時は泣いた方がいいと思うよ。うん、そうね。なんだか少しだけ楽になったわ。人の前で泣いたのはずいぶん久しぶり。へえ、すごいなセルカは。俺なんてこの年になっても人前で泣きまくりだ。あれ、キリト、記憶が戻ったの？いや、そうじゃないんだが、そんな感じがするっていうか。ともかく自分は自分なんだからさ、他の誰かになんてなれない。だからセルカも自分にできることをすればそれでいいんだ。そうね、私自分からも姉様からもずっと目を背けようとしてたのかもしれない。あら、もうこんな時間なのね。キリトの聞きたいことって結局何だったの？いや、十分分かったよ。そうねえ、キリト。なんだ？キリトは聖豪騎士様がどうして姉様を連れて行ったのか、その理由も聞いたの？え、ああ、なんで？私は知らないのよ。お父さんたちは何も言わないし、ユージオも教えてくれなくて。確か果ての山脈にある洞窟を抜けて闇の国の土に手を触れてしまったからって聞いたけど。そう、果ての山脈を。大丈夫かセルカ？ええ、平気よ。教えてくれてありがとう。せっかくの安息日なのに引き止めちゃって悪いな。ううん、気にしないで。それじゃあ私は行くわ。ああ、またな。キリト。なあ、村長さん、何ですか？セルカを見なかったか？セルカ？さっきまで話をしていましたが、その後はどこに行ったのか。家にいないんですか？教会にも村の中にもセルカの姿が見当たらないのでね。え？シスターアザリアもセルカの行方はわからないと。きっと何か急な用事があったのでは？すぐに帰ってきますよ。だといいのだな。ともかく他を当たってみる。俺も探してみますよ。教会の人間でセルカと最後に話したのは俺かもしれませんし。感謝する。すまないがよろしく頼むぞ。セルカが行きそうな場所か。友情なら付き合いも古いし、何か知っているかもしれないな。友情。キリト、どうしたんだい？実は。そんな、セルカがいなくなったって。ユージオ、セルカが行きそうな場所に心当たりはないか？行きそうなって言われても。俺セルカと少しだけアリスの話をしたんだよ。だからアリスとの思い出の場所かもしれないと思って。あ、ユージオ、アリスが聖豪騎士に連れて行かれた理由をなぜセルカに教えなかったんだ？そういえば昔聞かれたことがあったね。なぜ、どうして言わなかったのかな。はっきりした理由があったわけじゃないんだけど、不安だったのかもしれないね。セルカがアリスの後を追いかけてしまいそうで。それだ。え？俺セルカに教えちゃったんだ、アリスが闇の国の土に触れた話を。セルカはきっと果ての山脈に行ったんだ。それはまずいよ。村の人に気づかれる前に早く追いかけて連れ戻さないと。いや、今すぐ追いかけても間に合うかどうか。
もしかしたらもう洞窟についているかもしれない。念のために聞いておきたいんだけど、もしセルカが闇の国に入ったら、その場ですぐ聖豪騎士に捕まってしまうのか。いや、聖豪騎士は多分翌日にやってくると思う。6年前はそうだった。そうか。じゃあ最悪の場合でもまだセルカを助けるチャンスはあるわけだ。何を考えてるのさ、キリト。単純な話さ。今日中にセルカを連れて村から出れば、聖豪騎士から逃げ延びることができるかもしれない。そんなことできるわけないよ。天職だってあるし。別にユージオに一緒に来てくれとは言ってないぜ。俺がセルカを連れて逃げるよ。俺が口を滑らせたのが原因なんだからな。その責任は取る。ダメだよ、無理だよキリト。セルカにだって天職があるんだよ。たとえ騎士が来ると分かっても君と一緒に行くはずがない。それにそもそもセルカが闇の国に足を踏み入れるなんて、重大な禁忌を犯すなんてありえないことだ。でもアリスにはできた。アリスは特別な存在だった。彼女は村の誰とも違っていた。僕とも、もちろんセルカとも。ともかく今はセルカの元へ急ごう、キリト。なあ、とはいえ最近は獣の動きがおかしいんだろ。念のため今朝支給された武器を持っていこう。うん、わかった。よし、それだけ揃えたらすぐに出よう。行くよ。わかった。